臼井さんは安曇野のシャロンヒュッテや池田町にあるゲストハウス、先ほど紹介しましたシャンティティを拠点にして、自然から学ぶ心地よい暮らしの連続講座やオーガニックな食、パーマカルチャー講座などを開催され、地球一つで暮らすをモットーに様々なことに、挑戦されています。その一つとして日本の歴史ある種を守り後世に受け継ぐ活動として、昨年の春でしたスタート、種番組その前かな、あその前、ごめんね一昨年の春に、安曇野の種バンクプロジェクトを立ち上げられました。今日はその種を中心に、宇津井さんの哲学的なお話が聞けるんではないかと思って、私もとてもワクワクしております。それでは宇津井健二さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。一山越えて安曇野からやってきました、この蘇りのレシピはですね、昨年安曇野でも上映をしまして、種がですね危ないということで、そんな中で非常に希望を持てるそんな映画だったんではないかと思います。上田の地にもですね、たくさんの在来野菜と固定種があると思います、そんなものに光をもう一度当ててみる、そんなこともとても大事ではないかと思います、できたらですね、今日は次の時間は7時です。それまでみんなで語り合っても僕はいいんじゃないかと主催者はこんなこと言ってませんでしたけれども、インプットがあったらですね、アウトプットがあるとですね、本当はいいんですね。愛というのは伝えて初めて完成すると言われています。ですからいろんな意味でですね、今見た映画の感想、そして上田にはどんな在来野菜があるのか、世界の例はどうなのか、そんな共有する時間が持てればとても素晴らしいんではないかと僕は思います。それではですね、一つの種は生命の根源であり、私たちの命につながっているという、基本的にはこんなことだと思います。私自身どんな形で今まで来ているのかということを紹介したいと思います。安曇野というのはですね、浅間山に代表する上田とは対照的にですね、北アルプス、こんな感じで、これはレンゲですね。そして今一番美しい時です。田んぼの北アルプスが田んぼの水面に映りまして、山並みが一番美しい、言っちゃいましたねこんな感じの夕暮れです。朝東山に登るとですね、一面水鏡になります。そんなところで、暮らしています。どんな宿かというと、こんな草いっぱいの畑の中に、自給自足ではないです、地に賜り樽を知る暮らし、これを地球地足と言います。自給自足しちゃうと関係性が薄れます。ですから関係性を持ってですね、地に賜り樽をする暮らしをしたいなという、そんなコンセプトでやっています。これは玄関ですけれどもね、入り口、屋根の上に草が乗ってます。失われた緑を復元しようという、そんな生き方とですね、断熱効果を高めようなんていう、そんな生き方です。うちの女房に大反対を受けました。夏にですね、土を屋根に乗っけたんですけれども、
3日後大雨でした。土砂流出、夜すごい音がしました。普通はそれで諦めますけれども、私は諦めずにですね、量販店にあのポットの入れてあるカゴがありますよね、あれをいただいてきまして、屋根に全部並べまして、また土を入れました。そこに、草の種だとかいろんな種をまきました。1週間ぐらいすると芽が出ましてね、屋根に緑が復元されてきました。エジソンは電球のフィラメントを作るのに1000回挑戦したそうです。私は2回で済みました。1000回ですよ。だからね、失敗ということはないんです。実現するまでやれば必ず成功します。大丈夫です。こんな形でですね、能的な暮らしをしながら地に、賜り樽を知る暮らしをしていこうということでやってきてます。僕らは有史以来ですね、もっと便利に、もっとたくさん、もっともっととやってきました。それをですね、モアモア教というんです。もっともっとですから、モアモアです。そろそろそんな生き方が無理なんだよと気がついた世紀でもあります。リーマンショック、経済の果て、福島の問題、豊かさは手に入れたけれども、世界的に自殺の多い国でもあります。それよりもみんながもう少し地に足をつけて暮らせる、そんな生き方にシフトしていく、トランジション、夏祭りなんていうのを上田でされるそうですけれども、トランジットっていうのは乗り換えるという意味です。そろそろモアモアというモアモア教からですね、違う暮らしに乗り換えないといけないと思うんですね。僕はそれを樽を知る、日本の文化に言葉があります。樽を知る暮らしではないかと思います。モアモア教からタルタル教に真珠を変える、タルタル教の教祖ですから、皆さん、あの真珠を変えたい方はぜひお布施をたくさん冗談はさておきですね、そろそろ僕らは暮らしを変える時期に来ていると思います。日本人の暮らしを世界中の人がすると、地球が何個ぐらい必要だと思いますか。皆さん、カメラを持ち、テレビがあり、毎日植えることもなく暮らせる、100円ショップに行くと本当に安いものが買える、この暮らしがなぜ成り立つかというと、自然と第三国を犠牲にしながら成り立っている暮らしなんですね。どこかで植えている人がいます。そして夜遅くまで働いている人もいます。そして自然は蝕まれています。人間の文明が起こったところは全て砂漠です。ギリシャ、ローマ、そして四大文明も全て砂漠です。どうして人間の生きてきたところが全部砂漠になるんでしょう。これはもっと便利に、もっとたくさん、もっともっととやってきたからなんです。でもそのことは物質的な豊かさを生みました。メソポタミアの文明もですね、小麦が主体でした。小麦をもっと取りたいということで灌漑をします。実際灌漑をするとですね、2倍3倍の小麦が取れるわけです。でもそれによって人口も増えますけれども、何世代後、インディアンの王様は言います、7世代後の子供たちにとって今のことがどうなのと。そうするとですね、塩害ということが起こってきます。暑いとこですから、徐々に徐々に塩分がたまりまして、そこは作物のできない不毛の地になります。そして砂漠化が始まっていくんです。人間の生きてきているところ、歩いたところはみんな砂漠です。
そこで砂漠にならないような生き方、これを僕らはしていかなければいけない、そんな気がします。僕らは食べなければ生きていけません。そんな食べるという脳の暮らし、これはとても大事ではないかと思います。昔は土地がありましたから、その土地で暮らせていけました。それが1960年ぐらいの頃、高度成長が始まります。都会に次男坊三男坊は全部出かけていきます。そしてそこで工業製品を作るわけです。それは物質的な豊かさを見ましたけれども、根源的な土地から離れました。土地さえあれば食べていけてたんですね、昔は。それをベーシックインカム、生活基本と訳したらいいです。ですからこれからもですね、本当は生活の基本金があればみんな生きていけるんです。教育費無料、医療費無料、老後は安心して暮らせる。そしたらお金貯めなくていいです。でもこのことは北欧は実現しています。日本も実現できるんではないかと思います。消費税が 8% になりました。実際100円でできる商品のですね、半分ぐらいはですね、税金なんですね。失業保険料、そして老後の年金、固定資産税、いろんなものがその中に入っています。ですから実際には100円のものは50円で買えるかもしれない。ですから今度はですね、全ての税金を廃止します。そうすると50円で買えます。でもそれだと国は成り立ちませんから、 100% の消費税をかけます。そうすると50円加算されて100円になります。同じです。その還付金が1人に対して7万5千円、とにかくどんな人にも7万5千円もらえます。実際に経済学者が計算してこれは成り立つ仕組みなんです。でもなかなかそういう形にはならないんですけれども、そんなベーシックインカムという考えが本来あったら素敵だなと思います。自然界は全てのものを用意しています。種もそうです、食べるものもそうです、空気も水も全て無料です。それなのにどうして僕らは朝から晩まで夜の11時まで働かなければいけないのか。昔江戸時代、午前中仕事をして午後は祭り事をしていたそうです。伊勢神宮にお参りに半年かけて行ったそうです。どうしてそういうゆとりがないのか。僕らはもっと便利にもっとたくさんとやってきました。ですから便利になりました。10人でできた仕事が8人でできるようになります。そうすると2人余ります。そうするとですね、2人はクビにできませんから2割の増産をします。毎年毎年2割の増産をしなければやっていけない。これが資本主義の生き方です。分断して競争させる、そこにマーケットを置く。分断すればするほどマーケットの種類が増えます。朝から晩まで同じ仕事をしてもらいます。非常に効率がいいです。朝から晩までキーパンチをしてもらう、非常に効率がいいです。でも嫌になってしまうんですね。人間は本来そうはできてないんです。多様な仕事をする、そして誰かに喜んでもらうことに喜びを感じるんです。仕事とは人に役に立つことだと思います。稼ぎとは自分のためにすることです。本来仕事を今行政が担っているんです。でも最近はいろんな NPO が生まれまして、食と、ね
地域をつなぐネットワークができたりしています。これからは今まで分けた時代、資本主義はまさにそうでしたけれども、その分けた時代から再び何かが合う時代、分けて合う、ようやく完成の時代を今迎えようとしています。ですからこれからはとても面白い時代だと思います。それを身に担うのは皆さん方です。上田でもいろんな動きがあるようです。安曇野でも同じです。日本あちこちにコミュニティというようなね、つながりが生まれてきています。ゆいのようなつながり、一人で田植え機に乗って農業するのも効率がいいかもしれませんけれども、そこに40人50人集まると、もっとトラクターよりも、そして田植え機よりも素敵なつながりと喜びが生まれます。これからはそういう分けたものが再び合う時代、分かち合う、これが完成の時代です。それをワールドシフト、あるいはトランジットすると今のね若い人たちは言うわけですけれども、なんか横文字はよく分かんないですね。分かち合う、それでいいと思います。それが僕らがこれから目指し合う暮らしなんですね。家庭の中では全てがそうしています。全て分かち合っています。そんな分かち合う中でお金は関係ないです。地域通貨の起こりもその辺にあるんです。みんなで分かち合う、そしてつながり合う、これがこれからとても大事なことだと思います。そして農業はとても大事です。キュウリ1本いくら、ナス1個いくらというそういう生き方ではなくてですね、地産地消で、そして、いろんなものを出荷してい、くという産直という考え方があります。それがヨーロッパの共同体に伝わりましてね、シュタイナーの共同体なんかでは CSA コミュニティサポートアグリカルチャーという形で花開きました。それがアメリカに渡りまして、有機農業のやり方は CSA にも限定されるんだというような、そんなところまで行ってます。キュウリ1本いくらではなくて、あなたは私を支えてください、私はあなたを支えますと、そういう生き方です。これはみんなを幸せにします。上田のこの近くにミサイズさんという人がいました。食べるものは商品ではない、本来みんな天からの賜り物、それを分かち合う、そしてお互いを支え合う、それがこれから目指す農業の仕組みだと思います。キュウリ1本いくら、ナス1個いくら、そして安いものに傾倒していくような、そんな生き方から、命を支えるそういう食というものをこれから見直していかなければいけない、そういう時代に来ていると思います。これはね、私のところの庭ですけれども、石があったり草があったり、あんなティピ型のあれを温室にしてますけれども、こんな感じでこの辺には竹がいっぱいありますよね。その竹にですね、3月にビニールを張ります。そしてその下で、野菜を作りまして、5月の連休終わって10日15日が過ぎるとですね、霜は降りません。そしたらビニールを外します。そしてあの下にですね、その下で作ってたキュウリだとかトマトだとか、あるいはインゲンなんかを植えるとですね、あれがそのまま支柱になります。とてもいい方法です。円というのは一番面積が少なくて強い、三角形が全部集まった状態ですのでね、とてもいい方法と思います。インディアンはティピを一人で建てるんだそうです。それも女性が作ります。
手が届きません。でも一人で作ります。これがね、とても学ぶ点があるんです。ぜひですね、ティピをどうやって建てるのか、そして地域にある資材をどう生かすのか、そんなこともね、考えていただければと思います。ちょうどですね、ここにあの鍵の穴のようにガーデンがあります。これを鍵穴のガーデン、キーホールガーデンと呼びます。キーホールというのはですね、まっすぐではない、直線ではないですね。自然界は直線が多いです。男性的な直線、女性的な曲線、そしてリアス地下原も、フィヨルドも非常に入り組んでいます。そうすると接する部分が非常に多くなります。接する部分が多いと多様性が生まれます。東西文明が起こったシルクロードも同じです。異業種がつながり合う、そこに本来の新しいものが生まれるわけです。そんな生き方をするためにですね、キーホールガーデンなんていうガーデンを作ります。そしてその左はですね、多様性の一つのモデルです。石が渦巻きになってます。そしてその左側にですね、池もあるんですね。1970年代オーストラリアは大開発が進みました。大きな森が切り開かれて牧場ができ、そして農場ができ、工場進出なんかもあります。そんな中で反対運動が起きます。でも反対運動は対立を生むだけで何も生みません。むしろ対立の中でみんなが疲弊していくんですね。それよりも心地よい暮らしを提言しようとして生まれたのがパーマカルチャーという考え方です。デザインと訳したらいいかもしれません。1970年代オーストラリアから生まれます。ビル・モリソンとホルムレンが中心になってそのデザイン体系を作りました。でもそのパーマカルチャーがどこから始まってどういうルーツで来たのかということも僕らは理解しなければいけないです。実際にパーマカルチャーの基本的な概念はですね、持続可能、多様性、調和です。そして倫理的なことは自然への配慮、人への配慮、余剰物の公平な分配、こんなことを倫理的なことにしています。ですからそんなパーマカルチャーの考え方をこれからやっていこうという人が非常に増えてきています。でも横文字に惑わされてしまいますけれども、なんとなくかっこよさそうだからやってみようなんて僕ら思いますけれども、そのルーツはですね、東洋4000年の歴史、持続可能な農業という本をですね、1910年代に、キングという人が熱い本をまとめました。アジアの循環型農業が全部載っています。日本の農業もその中で紹介されています。持続可能な農業ということで、パーマネントアグニカルチャー、副題はそんな副題だったと思います。それをもう少し分かりやすくデザイン化したのがオーストラリアで発祥だと言われているパーマカルチャーという概念です。でもその基本は全て日本の中にあります。日本の循環型、そんな暮らしの中にパーマネントアグニカルチャーの基本があるんですね。ですから僕らはパーマカルチャーというそんなデザインを通じて日本の文化、おじいちゃんおばあちゃんから伝えられている文化をですね、継承していく、そんなことがとても大事だと思います。横文字になってますけれども、マクロビオティックと一緒で全部ですね、日本にあったことなんです。ですからパーマカルチャーのルーツは日本です。そしておじいちゃんおばあちゃん、歴史の中に全て、日本の歴史の中に全てあるような気がします。この屋根はですね、屋根の上にやっぱり、土が乗ってます。
ミントが咲きましてね、あの周りにですねワイルドストロベリーといういちごも実っています。一番屋根っていうのが遊んでるスペースです。その屋根で、農業をできる可能性もあるかもしれません。東京では今ルーフトップガーデンという屋外屋上緑化ということがね、とても盛んになってきました。これはですね、畑の様子です。麦を植えまして、その間に野菜を作り、間食という間に植えると書いたらいいです。そんなやり方をしています。そしてですね、草を生かしてあげる。僕らはですね、草は敵だといつも考えます。ですからキャベツとレタスがあれば他の草は全部排他します。ビニールマルチ張っちゃいますよね。そうすると虫はキャベツとレタスに来るしかありません。ニューヨークという町があります。そこは大きなビルが2本あります。フセインはいらないよ、タリバンはいらないよ。そうすると虫がやってきてビルにぶつかるわけです。 9.11 も畑の姿も一緒です。全てを生かしてあげる。そして居場所がある。そんな中にこれからの未来の農業があるような気がします。それを担っているのが一粒の種です。そしてその種がですね、今いろんな形で変わりつつあります。この前ね、世界が食べられなくなる日という映画を鑑賞会をやったそうです。そしてモンサントというね、そんな企業が全て特許権を持ち、そして種をですね世界の侵略の一つの手段として持つ、そんな時代を迎えている中で僕らはどう生きなければいけないかということが問われている、そんな気がします。よみがえりのレシピの中にはたくさんのヒントがありました。在来野菜、そしてこのおじいちゃんおばあちゃんの知恵、そして森を模した時に60点であれば、まあうまくいったから70でいいかな、そんなことを言ってました。僕らは完璧がいいように思いがちです。100点を目指して僕は60点でいいと思います。ですから自然の畑も100は取れません。いいんです、60で。40大地に残っています。そこに太陽エネルギーが草を生やし、微生物小動物が生き、そしてまた60足してくれます。100になります。そして今度は60またいただきます。そうすると毎年60の野菜が取れます。それが持続可能ということだと思います。アメリカのパイロットファームは大きなところにですね散水しまして作物を作ります。最初100取れます。でも毎年生産量は落ちてきます。化学肥料農薬に裏付けた土地はどんどん痩せていきます。そこには微生物小動物は生きられません。砂漠と一緒です。最初の100取れたものが90、80、60、10年後には全て何もできない砂漠の土地になります。有史以来人間がやってきた同じ過ちをするわけです。それよりも大学だって60点で単位くれます。いいんです、60点って。夫婦の間もね、相手に60点だと思うとね、61点と、ああいいねって言えます。いつも99点を強いるからうまくいかないです。うちなんかもそうです。しょっちゅうトラブってます。まあそれが実際のことだと思うんですけれどもね。でも60点でいいとすれば、とても穏やかに暮らせるかもしれません。そんな経緯がありましてね、シャロム、あるいはシャンテクティを35年ぐらい、
収奪しない農法、そんな形でやってきました。そんな中で無角堂という、米の、殻でですねご飯を炊く無角堂というのを作りました。アジアは米の国です。ですから一番貧しいバングラディッシュに行ってそのペール館の無角堂を紹介しようということでこの村上さんとバングラディッシュに出かけたんです。村上さんはですね、NGO でですね農業指導をしていました。20年ぐらい前の話です。そして、バングラディッシュはですね1960年代、緑の革命という先進国主導のですね、農業革命がありました。たくさん取れるお米、そして F1 の野菜、たくさんの水が必要です。農薬も必要です。大型機械も必要です。実際には1960年代2倍の生産量を上げました。でも何年かしてくるうちにですね、種は買わなきゃいけない。種は昔は自分のとこで取っていたな、そんなことを思うわけですね。ですからこの生き方果たして正しいのかというそんな疑問にぶつかります。そしてこんな村上さんとですねフェラードというそのすごい指導者がいるんですね。アメリカにしばらく亡命してたんだけれどもぜひバングラデシュに帰ってきて地域活性化を図ってくれという国のですね、要望があってフェラードは帰ってきます。この左側にいる人物です。そんな中で今の農業はどうなのかというリサーチをします。そうするとですね経費もより以上かかります。そして農薬でですね川の魚がいなくなります。そして水をたくさん汲み上げるんで勾配層の下から汲み上げるんで飲み水がヒ素に侵されていることに気づきます。そして自然界のバランスが本当に崩れてきている。果たしてこんな生き方でいいのかということでフェラードとです、村上さんはですね野焼くりし新しい農業のムーブメントという新しい有機農業を進めます。そしてそれが今主流になりつつあります。なぜバングラデシュにそんなに新しい農業有機農業が盛んになったかというとですね味の素文化がないんですね彼らのところには。ですから舌が非常に肥えています。スパイス文化なんですね。ですから有機農業のそんな野菜の方が美味しいということで 1.5 倍ぐらいに販売されました。そしてそこには行列ができるそんな感じなんですね。これがそのバングラデシュです。インドと同じようにですねイギリスの統制下にありましたからあんな2階建てバスがあります。でもその隣にはですねあんな力車も走ってます。非常に混沌としてます。でもみんな生き生きと生命力豊かに暮らしているそんな感じを受けました。そしてこれがですねその野菜です。行ったのは2月ですけれどもねこれだけ豊富な野菜があります。バングラデシュは世界一貧しい国だと言われています。 GNP は実際そうかもしれませんけれども世界一豊かな国、農業生産においてはですね本当に安い野菜がたくさん売られていました。でも農業革命以降ですね、化学肥料農薬に裏打ちされたそういう野菜が非常に増えてきていました。そんな中で新しい農業のムーブメント野焼くりしというね新しい農業の生き方が今どんどん広がってきています。
非常に暖かいところなんで、田植えをしているところで稲刈りをしていたりとか、三毛作が可能です。でも昔は乾季と雨季がありましたんでね、地下から水を汲み上げるというようなことはしませんでした。その間冬は野菜を作ってたんですけれども、お金になる米を3回も作るようになります。そして自分たちの野菜は外国インドから買うようになるわけです。結局お金にひれ伏さなければいけない、そんな農業に変わりつつあります。こんな感じで向こうに足の木陰があったりして、全て手植えです。日本みたいな機械で植えるなんてことはないですね。そんな感じでですね、ダッカという首都から今の農業はどうなっているかということで、村上さんと一緒にですね、ヌヤクルシアンドロイドというね、シードセンターを見学に行きました。もう村上さんは VIP 扱いです。それに僕らついていったんで、僕らも VIP 扱いでした。毎日あんなご馳走を並びましてね、何人かが後ろに立ってくれて、なんかこそばゆい感じがしました。こんな食事ですね、野菜中心の食事です。ただですね、ベンガル湾はですね、川がありまして、その川で、ね、魚が取れるんでですね、魚もその中に、料理の中に入ることもありました。ね、左側のが魚ですね。そんな中で、現地のものを利用してヌカクドというペルカンで作った米のね、を持つ、そんなものを作ろうということで買い物に行きました。日本でペルカン全て無料です。ですからね、向こうでも無料だと思って行ったんですけども、全て有料でした。そしてこういう缶もですね、全て有料です。中に入れる缶なんですけれどもね。そしてお米の殻も全て有料でした。それだけ循環型の暮らしをしている、そんな感じがしたんですね。それでもそれにめげずですね、必要なものを買い揃えてですね、そのもみ殻で炊くぬかくどを作りました。こんな感じで、作って、あそこでご飯を炊いたんですね。これがそこの責任者の女性です。こんな若い子がですね、ここの責任者をしているんですね。これがそのぬかくどなんですけれどもね、ちょっと動画ですから、こんな感じで火が燃えましてね、でご飯が煮えます。実際に非常に素晴らしいという評価を受けました。最後にはですね、燻炭ができますので、土壌改良にこれはまたとてもいいよというような形で、紹介もしましたけれども、でもですね、全て彼らはもみ殻もペール缶も小さな缶も全部生かしていました。捨てるというようなね、大量生産大量消費ではないんですね。これは最後に燃えたカスですね。これは土壌改良としてとても役に立ちます。そしてこのもみ殻をどうやって使っているのかなというリサーチをしました。これ分かりますか。これこの中にですね、もみ殻が混ぜてあります。これ牛糞なんです。牛糞を乾燥させてそれを燃料に使うんですね。すごいですね。その中にもみ殻を入れるとですね、もみ殻がよく燃えるんですね。そんな形でもみ殻を使っていました。そして
鶏はですね、ちゃんと子供を抱かせまして、親鳥のお腹の下でですね、夜を過ごしています。毎日食べちゃうんじゃなくてどんどん増えていって、それがまたネズミ座敷に子供を産んだ方が卵の量は逆に多いのかもしれません。そんなことをバングラデシュの庭で感じてきました。そしてそこにあったのがですね、種バンクというシードハウスです。いろんなシードハウスがありましてね、全国に50ぐらいの種バンクがありました。女性がその種を守り、そして地域に貸し出しをいたします。借りた種はですね、翌年2倍にして返す、ただそれだけです。でも取れなければそれでいいんだそうです。また借りて違う種を返す。これはとても自然界の自然の仕組みではないかな、ギフト経済、そんな生き方ではないかなということを感じて帰ってきました。そしてこんな素焼きの亀にですね、お米も何百種類とあるんだそうです。昔はたくさんあって、最近は単一の米ばっかりになってしまったのをまた復元しようということで、山形と同じことをバングラディッシュもしてるんですね。こんな形でですね、なんかお米の種類をかきまして保存していました。そしてあちこちのシードバンク、あるいは畑を案内してもらいました。それを担っているのは女性たちです。イスラム圏なんで、女性はですね、あんまり表に出ることはありません。男性が外で仕事をし、女性はそのアシストをするというような、そんなところなんですけれども、ここではですね、シードバンクを女性が運営していました。こんな形でいろんな種があります。そして農業もですね、単一作物を作るのはあんまり好ましくないということで、混植、ミックストッピングっていうんですかね、いろんな野菜を間に混植しながら作物を作っていました。今こういう新しい生き方が農業の主流になりつつあります。日本の開拓の人たちがブラジルに行ってまず何をしたかというと、木を切るわけです。そしてそこに一番お金になった胡椒を植えます。ですから胡椒の単一栽培なわけですね。初年度はとてもよくできます。でも2年3年4年となるにつれてどんどん生産量が落ちていくわけです。先ほど山形の焼き畑出てきましたけれども、何年かに一度ずつ焼き畑をして地力が回復するのを待つわけです。そのことを全然今の農業はやってません。ですから外部から化学肥料を入れないとやっていけなくなるわけです。そんな中で彼らは教科書を紐解かずに、どうして自分たちの農業がうまくいかないんだろうということを考えます。そんな中で森というのを観察するわけですね。森は大きな木があり、小さな木があり、川があり、そして、獣道があり、池があり、草原があり、非常に多様性に富んでいました。そんな多様性に富んでいる生き方をこの畑に持ち込んでみようということで、彼らはそこに木を植えるんですね。それをアグレフォレストリー、森林農法と言います。日本人のブラジルに移民に行った人たちがその農法を考え出しました。モノカルチャーのアメリカの農業と対極にあります。そしてそこにはバナナの木を植え、そして、いろんな木を植えます。そうすると多様性が生まれます。最後にはマホガニーのような大木も植えるんですね。暑いとこですからあっという間に大きくなりまして、その大木も売れるようになります。
もちろんその下ではですね、小麦を作り、いろんな作物を作るようにします。混食をするわけです。そうするとその帳場の中で作物が前よりもよくできるようになるんですね。それが新しい農業の生き方、アグレフォレストリー、森林農法といいます。農業に興味のある方はですね、炭素循環農法という農法もご存知の方もおられると思います。炭素循環農法もですね、一番下に菌糸菌というキノコの菌を入れて軽く好転しまして、上に炭素分を置きます。森の姿と何ら変わりないです。ですから森の姿を畑で再現したのが炭素循環農法です。炭素循環農法をやりますとですね、たくさん取れます。それはそれで素晴らしいことですけれども、外部から持ってこなければいけないんですね。フィリピンの材木を輸入して日本で家を作る、そんな生き方によく似ていると思います。ここで昔の農業の知恵をちょっと紹介しようと思います。おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯にという桃太郎の一節ですけれども、この芝刈りということはですね、その当時焚き物を取ってきたという説とですね、もう一つですね、芝をたくさん買って畑に、あるいは田んぼに刈り敷きをしたと言われています。その刈り敷きすることによってね、毎年大地の地力を維持したと言われているんですね。ですから落ち葉なんかもたくさん畑に入れたわけです。ですから山はいつも痩せていました。山が痩せているとですね、松の根が地上に出てきます。その松の根に菌根菌という菌が取り付きます。その菌根菌はですね、松の栄養分をもらって、大地の栄養分を根から木に与えるんですね。共生関係にあります。ですから松は痩せているところにできるんです。上田には有名な山んばの会という会があります。松枯れ予防のために空中散歩をすることは正しいか正しくないかという、そんなことをですね、出雲と上田では検証しました。結局松は枯れる運命なんです。50年が新しい周期です。20年ぐらいが一番松茸ができます。土地がまた痩せているとね、それに有機質がいっぱいあると今度は菌根菌という菌は生きられないんで松茸は出ません。昔は全部それを仮式という形で畑に入れることによって、田んぼに入れることによって畑が豊かに、田んぼが豊かに、それを怠って化学肥料で今代用するようになるから山は豊かになるんです。豊かになると松茸は生えなくなります。そうすると松は寿命の50年を迎えて、今度は松枯れが起きるんですね。もちろん豊かになることだけではありません。酸性雨の問題だとかいろんな問題があります。でも人間が山と関わらなくなってきた、そのことが大きな原因のように思います。これはミックスポッピング、いわゆる混植をされている畑です。そこでこれはですね、何をしているかというと粉を引いているんです。もう優雅に朝から晩まで歌を歌いながらね、粉を引く。これが成り立つ国でもあります。こんな感じで粉を引いて、ここに
女性が暗くて見えないけどもいますね。そしてですね、こういう形で米、野菜、いろんな種を保存し地域に貸し出しています。まあペットボトルから瓶からいろんなものを利用してますね。そしてあの枕目っていうんですかね、あれも全部こう作って、あのネズミの被害があるんで、ああやって吊るしておくのが一番いいらしいんですね。そんなことを言ってました。そしてこの女性が助産婦さんなんですけれども、種というのは本当に大事なんだ、そしてその種を絶やしてはいけないということを力説してました。そして、ノヤクリシーのその考え方はとても素晴らしい、それを進めた村上さんに力説するんです。村上さんニヤニヤしながら聞いてましたけれどもね、僕らはとても刺激を受けました。種というのがとても大事なんだ、そしてみんながその種をこれから取っていかなければいけない、ノヤクリシーというバングラデシュの生き方は日本より逆に進んでいるのかもしれません。こんなね、棚の下で暑いですから日陰を作って大根も作っていました。いわゆるその平面だけではなくて立体農業っていうんですかね、森も一緒です。多様な方がいいというんですね。木村さんのリンゴが無農薬ということで特に有名ですけれども、でも三沢さんはリンゴを無農薬で彼が有名になる前から作ってたんです。ただそのことが紹介されなかっただけなんですね。三沢さんが紹介されてたら木村さんよりも上田が有名になってたかもしれません。それほど素晴らしい農業の先駆者が上田この周辺にいたということを皆さんも知ってほしいと思うんですね。昨年亡くなりました。みんなに惜しまれて三沢さんを送りました。食べるものは商品ではない、関係性の中にお金を払うんだ、それが三直の生き方であり三沢さんの生き方でした。でこんな形でね、囲まれましていろんなことを教えてもらいました。これはまさに立体農法です。平面の2次元から1次元上がった農法です。それはまさに森林農法というアグレフォレストリーの生き方でもあります。そして野菜の種を取るためにですね、いろんなものが混在しています。あんなところにマーガレットも植わっています。そして見てください、虫食い野菜が一つもない。僕らは青虫は敵のように思いがちです。でも青虫ってですね、外葉から4枚から5枚ぐらいしか食べません。青虫の害はそれほどではないです。でもヨトウムシはですね、15葉まで食べます。青虫がいるとヨトウムシはそこに卵を産みません。ですから青虫は益虫なのかもしれません。むやみに潰してしまうとヨトムシで全部食べられてしまう、そんなこともあるんです。ですから自然界は調和する方向に向かいます。その調和する反対の方向をしているのが人間です。最終的には人間の歩んできたところは砂漠です。取りすぎてはいけません。60点でいいんです。多動する暮らし、そこに本来地球一つで暮らす生き方があるわけです。僕らの暮らしを世界中の人がすると地球が 2.5 個必要です。地球1個で暮らす、そんな生き方、 One Earth, One Love、 多動する暮らし、トランジットする、ワールドシフトする、
そんなことがこれから僕らにとってとても大事だと思います。これはですね、何をしているかというとね、あの辺の舌でね、油が垂れてきてるんですね。牛に引かせて油を作っている。こんな形で油を取ってるんですね。科学的な合成のそんなもので油を絞り出すんではなくて、非常に自然の姿だと思います。これは何かというと、牛糞を発酵させてメタンガスを取ります。そして調理に使ってました。非常に暖かいところですからね、そんな発酵するということはとてもうまく使われるわけです。そして液肥はですね、少し薄めて、畑に返してあげると作物もよく実ります。舌はですね、小麦ですね、あれね。そしてこれは貯蔵庫が全部竹で作られてまして、それが高床になってます。ネズミの被害を受けないようにというような形でね、子供たちを置いて夫婦で出かけてきましたけれども、2週間ぐらい行ってました。そしてあちこちのシードバンクを見せてもらいました。どこもですね、とても生き生きと女性も男性もその野や苦しいという生き方を自信を持って実践していました。村上さん曰くですね、タイでも同じことをしたんだけど、タイは味の素がいっぱい入ってるから本来のその味が分かんないから、バングラディッシュほどうまくはいかなかった、そんなことを言ってました。日本も一緒かもしれないですね。こんな感じでね、瓶が綺麗ですよね。こうすると瓶もですね、役に立ちます。僕らはいろんな瓶をもらいますけれども、それを再生されずにただゴミとしてしまう、そんな時代ですよね。そしてこんな形で種を取りましてね、いろんな種をですね、保存していました。移動はこんなトラクターみたいなところの荷台に乗りながらね、これがまた優雅なんですよね。もう発動機が前についてまして、こんな形で移動してました。牛がいたりヤギがいたり、そして畑があり、非常に牧歌的な風景です。ちょうどですね、菜の花がたくさん咲いてました。ちょうど新種の4月ぐらいのそんな感じでしょうかね。その間に豆なんかが植えられて混植されていました。そして子どもたちはですね、農業のお手伝いをしていました。これは玉ねぎかなんかを植えているんだと思うんですけれども、こういう作業を通じてですね、農業の大切さを子どもたちに伝えていたようです。ここはですね、サトウキビが作られてましたけれども、その根元にいろんな野菜を植えられてました。その混植の良さはとてもサトウキビの保水にも役立つし、新たな現金収入が得られてとても素晴らしいということを、混植のね良さを語ってました。さあ2週間ぐらいバングラデシュ、インドを旅して帰ってきました。そんな中でですね、バングラデシュのあの種バンク、もっと日本で活かせるんじゃないかなということを常日頃思ってたことを仲間に相談したら、ぜひやろうじゃないか、そんな種バンクが日本にあっていいんじゃないか。もちろん種交換という形はあちこちでやってましたけれども、種バンクというような形のは、ジーンバンクという国でやってるのはあったんですけどね、個人でやってるのは少なかったです。もっと自由に出入りして、そこでいろんな人が種を借り、そして、その固定種と在来野菜が
残るといいねというような形、そんなことを学びました。そして今 F1 という種にほとんどのものが変わりつつあります。 F1 は決して悪いものではないです。ですから F1 はですね、日本のお家芸でした。優生遺伝ですから、いいものといいものを掛け合わせると一代目はとても素晴らしい形質のものが生まれるわけです。それは日本のお家芸でした。ただ最近ですね、 F1 が全て外国製になりつつあります。外国の方が雨が少なくて、生産しやすいということがあるんですね。それとですね、最近はですね、手で受粉させるそんな労力のかかるよりももっと新しい技術を開発したんですね。それは有性不燃と言います。奇形が生まれます。いわゆるその有性不燃というのは、おしべを持たない形質のものが生まれるんです。それは何万例に一例です。その奇形を母性遺伝で増やしていきます。そうするとおしべ持ってませんから、普通の形質のそこに並べておくとですね、おしべを取らずにも受粉が可能なんです。それが今 F1 の技術の多くがそういうふうになってます。ですから僕らの食べてる野菜は全て奇形なんです。果たしてこんな生き方でいいのか。種を結べないそんな種でいいのか。そんな疑問が起きてきました。もちろん種はですね、モンサントに代表される遺伝子組み換えもあります。世界が食べられなくなる日がやってくるかもしれません。そして農薬の問題も出てきます。受粉をお手伝いしている蜂が世界的にいなくなってきています。空中散布も行われます。そして夏にはネオニコチロイドの空中散布が盛んに行われます。こんな形で果たしていいのか、そんなことを強く思うわけです。蜂がいなくなると3分の2の作物が受粉できなくなります。スーパーから3分の2の作物が消えていくんです。それよりも本来の在来種、固定種をみんなで分かち合って、そしてそのことによってみんなが幸せになれる、そんな生き方の種バンクを作ろう。それが僕らが最初に考えた味の種バンクの考え方です。そして味の種バンクフォーラムというのもやりました。これがね、その種バンクなんですね。ここに種がですね、今2、300種類保管されています。皆さんも来ていただくと無料でその種を借りれます。そして、2倍にして来年返してもらえばいいです。種は万倍と言います。一粒の米が6ヶ月に何倍になるか皆さんご存知ですか。米の国の日本人、一粒の米が6ヶ月経つと何倍になる。大体ですね、ごく平均ですけども30に分割します。そしてそこに100ずつなります。ですから3000倍になるんです。2999は余剰物なんです。それによって僕らは生かされているんです。来年また一粒が実れば2999、いわゆるその仏教でいうところの小金の3000世界が広がるんです。素晴らしいです、米っていうのは。ちなみに麦は300倍です。そういう意味で米の文化があるとこ、世界の半数以上が米を食べてます。とても豊かなとこだと思います。
これがね、安曇野に作った種センターです。入り口にトウモロコシ飾ってあります。鍵がありませんから、いつでも僕らがいなくても中に入って種を持って帰ることができます。そして、こんな形で種が置かれていますのでね、ノートが1冊あります。借りていった種、そして連絡先、書いていただいてお持ちいただければいいです。こんな形でたくさんの種があります。そしてこのよみがえりのレシピも上映しました。たくさんの人に見ていただきました。そしてモンサントの映画を見るよりもこの日本の映画に希望を感じる人が非常に多かったです。きっと皆さんもそうだと思うんです。それは上田にもそういう在来の野菜があると思います。固定種もあると思います。そんな野菜をですね、形に残していく、7世代後の子どもたちにとってその種がどう役に立つか、そんなことではないかと思います。安曇野の種バンクの代表は私の女房です。私は後ろで雑用をしています。こんな感じでレストランのシェフもですね参加しました。池田の町はですね、結構そういう在来の野菜を高級レストランなんかにハーブという形で卸したりしてるんですね。そして、ラネージュというそんな、白馬のホテルにもですね、みんなで招かれて食事に行ってきました。へえっていう形で見事な食材を生かした料理でした。山形に決して劣る、引けを取ることはないなという形でみんなで自信を持って帰ってきました。きっと上田にも光を当てればそういうものがたくさんあると思います。コラボ食堂でも在来野菜を中心なそんな野菜の日をですね設けてみる、そんなことで新しい動きが生まれるような気がします。そしてその時にですね、地元の野菜を使って、地元の おばあちゃんたちに料理を作ってもらいました。そしてそのおばあちゃんたちがですね、この食材はどうして作ったのか、そして、野菜はどこから仕入れたのか、そんなことも語ってくれました。それとともにですね、都会の人たちあるいは地元の農業体験をしていこうということでこんな田植えもやってます。この前は40人ぐらい集まりました。その前のですね、自然農とかまどの会には60人の親子が集まりましてね、もう大騒ぎでした。でもそうやって興味のある方が非常に増えてきている、そんな気がいたします。なかなかね形になってますね。もう泥だらけです。でも農業をやってるそんな地元の人たちがですね、子どもの姿を見てトラクターに乗ってる時よりもどれほど励まされたかということを矢口さんという人なんですけどもね言ってました。そして緑の時を迎え、全部手刈りでそれをハゼ掛けにしました。そしてその地元の野菜を使いながら食事を作っています。こんな野菜、焼き畑と同じです。種をバラバラって撒きましてね、上の草を刈るだけなんです。秋口、そうするとねその間からねこうやって野菜が出てくるんです。これを春やると草に負けますよ。これは夏の後半だと秋草がそれほど出ないんで可能です。そばもそうです。草がいっぱい生えているところから上からバラバラバラっと巻いて草刈りをする、
ただそれだけでそばが出ます。そして鳥に食害がされません。わからないんでね、何もないところにそばだけ巻いたり野菜だけ巻くと鳥がやってきます。草も虫も決して敵ではないです。草も虫も生かしてあげる、そんな形がいいんではないかと思います。こんな感じですね、その間にね、あれはキャベツかなんかが植えられていると思います。草があるとですね、日が当たりません。日が当たらないと育ちません。人間も一緒です。今日の夕ご飯美味しかったねなんて言うと、また明日美味しい夕ご飯ができる。それと同じなんです。日が当たらないという、それがですね、買った草を置いておく生き方です。それをもっと積極的に、あ、これは石窯でピザをやってますね、こんな野菜がですね、草の中からたくさん取れます。そして安曇野の種カフェというのを月に1回ずつやってます。いろんな種の交換をします。そして、自然農の勉強会とですね、いろんなゲストを迎えて、トークもしています。野菜に関してはたくさんの本が今出てます、こんなね、野菜の本がたくさん出ているんで、興味のある方は本を求めてみるのもいいと思います。あるいは私どもの種カフェにですね、ぜひ上田1時間半あれば来れます。次回はですね、命のつながる庭づくりということで、講演もあります。そして、自然循環のそんな生き方、いろんな設備がありますのでね、ご紹介をしたいと思ってます。こんなに集まる時もあるんですね。ちょっとこれ集まりすぎでした。でこれは種交換をみんなでするんですね、自己紹介をしながらいろんな種をですね交換します。そしてそういうつながりの中でですね、いろんな学びがあるような気がします。こんな種ですね。でも全てのものは種を結びます。人間も一緒です。いろんな人がつながり合って新しいものが生まれてくるような気がします、ね、これはもうしばらくするとネギも実を結びます。向こうは一番上はキャベツかなんかだと思いますね。種の取り方、種カフェでもやります。こんな形でかぼちゃなんていうのは一番簡単に取れますよね。F1 でもいいです。 F1 でも取りましてね、また植えておくとですね、違う形質のものが出てくるだけです。3台4台取ると固定種になります。今の時期だとスーパーに行ってトマトを買ってくるといいですね。ミニトマト、それをね4分の1ぐらいに切ってね、ちょんちょんちょんと植えとくと、そっから芽がいっぱい出ます。普通それを全部間引きをしますけど、一切そんなことしないです。そうするとですね、中に3本ぐらい強いのが残りまして、他のものは雑草を駆逐してアシストします。そしてミニトマトが実ります。それほど種は強いものです。浄化槽のおでんの中にも種があります。大きな浄化槽のおでんの中にミニトマトがザーッと今の時期芽を出しています。と処理する人に聞きました。私の友人のお母さんは、子供がミニトマトを食べた次の日にうんちをしたんだそうです。で土に埋めといたら、そこからトマトが芽を出したそんなこと言ってます。それほど種は生命力の強いものです。人間があれをした方がいいんじゃないか、これをした方がいいんじゃないかといって生命力を失わせています。毎日毎日水をあげます。実際にはそうすると根が張りません。
むしろ少しストレスがあると根がたくさん張ります。日本という国は5日に1回風が吹いて10日に1回雨の降る国なんです。それを五不自由と言います。これが天下太平の断りなんです。こんな国は世界白紙といえどもないんです。それほど恵まれた国に僕らは暮らしています。ぜひですね、ミニトマトを植えるところから始めてください。4分の1カットでプランターに植えればいいです。あるいはバケツにですね、土を入れてバケツ苗、3本ぐらいちょっと農家の人にいただいて作れば、3本植えるとですね、ご飯茶碗の3杯取れる。ぜひそんな体験をしてみてください。こんな形で、種のですね、取り方の講習会をしますと、子どもたちはですね、非常に興味を持ちます。そして子どもたちはね、もうすべて種を残す、そんなことをしているんですね。これは青空屋台の方ですけれどもね、子どもたちが種を全部取ってくれてますよということを言ってました。今日はクラフトフェアに行ってカレーを出してますね。これは何か分かりますか？これ大根ですね。大根はですね、あのまま植えればですね、3つ芽が出ます。非常に硬いんでね、抜かずにそのまま植えるのもいいです。鞘っていうのはですね、芽が出る阻害物質が必ず入ってます。ですから藍の種なんかも阻害物質があるんで、殻を取って植えるとよく芽が出ます。でも自然界はですね、それを冬の間に全部腐らせるんです。ですからそんな阻害物質がなくなるんですね。そして芽を出す、それが自然界の姿です。人参もですね、いろんな人参があります。それを選別しましてね、大きいのと小さいのを分けて、真ん中辺を今度もう一度植えてあげますとね、これから種を結びます。大根なんかでもですね、やっぱり同じです。スーパーに行って美味しそうな大根買ってきて、上にちょっとついてたら今から植えとけば、6月から7月にたくさんの種を取れば、スーパーは種屋さんだと思ってください。いや、そうなんですよ、本当に。ピーマンだとかあんなのも種いっぱい入ってますから、レモンなんかも外食べるよりも中の種の方が大事かもしれない。でも F1 でもいいんです。2代目3代目と取っていけば固定種になりますね。え、こんなにたくさん取れます。そして今若い人もですね、こんな農業体験機器としてやってます。ビニールシートは使いません、農薬は使いません。そんな新しい農業、そんなものに希望を見出している、そんな気がいたします。草も虫も敵ではないです。草も虫も生かしてあげる、そんな農業がこれからの新しい農業だと思います。そうするとね、こんな感じで白菜ができたり、向こうに、いろんなものがこうできてくるんですね。こっちはなんかあれだね、キャベツが虫に食われてるね、そういう時もあります。これはなんか種をまいてる姿だと思いますけれどもね、いろんな形で、大地に触れてみる、その中に、つながる喜びが生まれてくるような気がします。これはですね、麦が植わってます。その間に株とですね、レタスが混植してあります。間食と呼んだらいいんでしょうかね。そうすることによってですね、いろんなものが調和しながら育つ気がします。特に麦と麦の間、蝶々は上から下に降りません。キャベツを植えとくとですね、蝶々は上を飛んでいきます。
特にあのカラスなんかも上から降りません。ですから側面だけネットを張っておくと真ん中がいくら広くてもカラスの害はないですね。いろんな種が取ることができます。こんな形でですね種を取るといいです。そしてこういうですね空き缶、これはですねあのカレー屋さんだとかケチャップ屋さんだとか、ピザ屋さんに行くと無料でいくらでももらえます。そんなのにですね分類して置いておくといいですね。これは子どもの給食センターからもう保育園を閉鎖するからあげますって言って大量にいただきました。種は命の根源です。そして種が大地と結ばれ下腹部、いわゆるその地水下腹部全てのものに生かされて時代を時を経てまた花が咲き陰と陽が一つになって種を結び大地に落ちます。その自然の営みの中で僕らは生かされるのではないかと思います。いろんな種の取り方があります。ぜひ皆さん種カフェにお越しください。そして種カフェにはですねこんな形でたくさんの種をギフトとしていただいてます。それを皆さんと分かち合えればいいなという気がします。もうあのたくさんいただきましてねあの管理しきれないくらい、いやねいただくとねどうしても2倍3倍にして返したい気になるんです。お金で買ってくると縁が切れます。もうそれでいい。でもねただもらってねそのままじゃ本来与え合う生かし合う人の役に立つ、これが人間の喜びなのかもしれません。無為の間に野菜を作りそして草があり、こんな形での完食という、無為の自然農法はこういう形でやられています。秦野の自然農法センターに行きますとですね本当に綺麗です。自然農っていうと草だらけのように僕らは思いがちですけれども決してそんなことはないです。これはうちの畑ですけれども木もあります。こういう麦もあります。その間に野菜が育っています。森林農法アグレフォレストリーに近いのかもしれません。パーマカルチャーの最終的な目標は世界を森で覆い尽くすんだとビル・モリスが言ってます。福岡正信も森の中に種をまきます。森というのは生態系のとても豊かなところです。そして耕しませんから別にまっすぐでなくていいんです。曲線でもいいんですね。特にティピオッタということで曲線しかできないんです。ですからその周りまた曲線のものあるいは直線のいろんな形の野菜が植えられます。そして草が微生物小動物に分解されて大地はより豊かになっていきます。いろんなものを自給したいなということで綿も植えてます。国内自給率一番低いのが衣類です。 0% です。昔は絹なんか日本の機械産業でした。それが今みんな 0% になってます。少しでも国内自給率が高められないかということで綿を栽培してね糸紡ぎの会もやってます。興味のある方はまたお越しください。インドにタミちゃんというのが言ってましてね、そこでですねこんな糸紡ぎの機械を購入してきてましてね、バンダナシバの農場に行ってました。そして、そこで行われているそんなガンジー思想っていうんですかね、学んできて今度は
1週間後か、違う6月の中頃かなんかに、そんなインドの農業の様子をお伝えできる、そんな講座もあります。こんな感じです。ガンジ、外に向かう試みとともに内に向かう試みがあります。ヨガっていうのは心と体、自分と相手、そして世界と一つになる、門外一助を一つになるという生き方です。そしてたくさんのつながりの中にたくさんの人が集います。こんな人に支えられながら安住の種バンクはあります。そしてそのつながりをとても嬉しく思います。ラブは一つ、門外一助、そんな生き方です。僕らの日本という国は一つになろうとする生き方です。西洋的な生き方は対象を変えようとする生き方、日本は一つになろうとする生き方です。富士山が指定されましたけれども、富士っていうのは二つにあらずと書くんですね。一つだ、これが日本の象徴です。それはまさに神の世界です。一つの種は生命の根源であり、私たちの生命につながっている、そんな気がします。これで終わります。ありがとうございます。皆さん拍手をされましたけれども、なんで拍手をするかご存知ですか？知らないでしょ。陰と陽です。陰と陽が一つになると何かが生まれます。それは神の世界だから、拍手というのは神の世界だよ、神の世界のようだよという意味なんですね。今まで知らなかったでしょ、10年生きてきて。冗談はさておき、いろんな人がここに集っています。ぜひですね、このまま帰るんではなくて、そこで 3,4 人のグループになって、自己紹介を兼ねながらつながりを作ってください。そしてよみがえりのレシピの感想を、そして今話したこと、そんなことをまた分かち合えればと思います。これで時間がない人は帰られても構いません。会場は次の始まる7時まで時間があります。夕ご飯は出前を取ればいいかな。そんなバカなことを言ってますけれども、いろんな人がここに来られています。ぜひですね、つながりを作り、最終的には名刺を交換し、そんな出会い系サイトがいいと思います。すべて人生は出会いです。そしてそこでいろんな種を結ぶ、そこに僕らの希望とビジョンがあると思います。ありがとうございました。